初めての説教は、イギリスの画家ジョン・エバレット・ミレーが1863年に描いた絵画である。私の初めての説教とも表記される。本校では自作であり、大作品である2度目の説教についても述べる。初めての説教は、ミレーの長女、エフィーをモデルとして描かれた肖像画であり、エフィーは当時5歳であった。 縦9 2 7トル横7 2 4トルの大きさを持つ、ロンドンのギルドホール、アートギャラリーに所蔵されている。ミレイが自身の子供をモデルとして描いた初めての作品であり、ミレイが初めて描いたファンシーピクチャーである。法政大学教授の荒川優子は、この作品について、ジェームズ・サントが1860年に発表した、 赤ずきんに影響を受けて描かれたと思われるとの胸を述べている。この作品はロイヤルアカデミー・オブ・アーツに展示され高い評価を得ており、ミレイは感覚を置かずに二度目の説教の制作に取り掛かっている。ロンドンの近郊に立つ歴史のある教会、オールセインツ教会の中でまだ年若い少女が緊張して硬くなった様子で、 背もたれの高い神ント席に腰掛けて説教を聞いている様子が描かれている。少女は目を大きく見開いている。帽子を頭に乗せており赤色のケープを身につけマフを用いている。傍らには聖書の他に手袋が置かれている。1865年、ヘンリー・グレーブズはこの作品を二度目の説教とともに版画化している。ロイヤル・アカデミーの宴会において カンタベリー大主教は、初めての説教及び、二度目の説教について、子供の経験差の模範例である、と評価している。二度目の説教は、ミレーが1863年から1864年にかけてに描いた絵画である。私の二度目の説教とも表記される。縦97センチメートル、横72センチメートルの大きさを持つ。ロンドンのギルドホール。 アートギャラリーに所蔵されている。初めての説教と対応なしている作品であり、同じ場面が別の角度から描かれている。少女が説教に耳を傾けることに対して関心を失い、眠りに落ちてしまっている様子が描かれている。前作で被っていた帽子は座面に置かれている。この作品も発表された後に好評を得ており、ミレイは この作品と前作が人気を博したことによって、ロイヤルアカデミーの終身会員としての権利を獲得している。教会における説教は短く、要点を絞って行う必要がある、ということをそれとなく示唆した作品であるとの見方がある。ありがとうございます。